アイリスとして水曜ライブへようこそ。先週の水曜日にライブするぞって言った公約を守るためにやってきました。とは言っても先週と同じように何をこう話そうということは全く決めておりません。 なのでもしよかったらぜひコメントでどういう話が聞きたいかというのを教えてくださると嬉しいです。元気にしてましたか？お昼の時間ですか？私は今メルボルンは冬時間なので1時間ほど時差が日本とあるんですね。私の方は1時間早いんです。なのでお昼の時間は過ぎたよね。過ぎたよね。今日はいつもとね違って、フィルミングルームじゃなくってオフィスにいるんです。天気がいいので。お昼の時間はまだ過ぎてない。 11時40分だって。でもまあいっか。 おはようございます。今日はどこから皆さん見てらっしゃいますか？今日のメルボルンは天気はいいんだけれども風がすごい冷たいです。こうやって冬に向かっていくんでしょうね。残念ですね。さっきライブをする前に皆さんに質問をしてもらうっていうのを作ったんだけれども、まだ質問が来ていないので、まあそれはそうだよね。30分前の平日でしょにね連絡してもっていう感じがありますよね。今週はもうすでに水曜日の午前中ですけど、1、2、3、4、5、5個ぐらいもミーティングがありました。今はDLS は遅い時期っていうのかな、スローシーズンなんです。どういうことかというと、ライブじゃない、いや、セミナーが終わってちょっと一段落してるところで、でこの後出てくる大きなイベントが DLS の10周年記念になるのね、8月に。なので7月から結構その盛り上がりを、10周年だからさ、盛り上がりを作らなきゃということで、いろいろと裏で準備をしてたりとか、打ち合わせをしてたりとかしております。千葉からです。雨で寒い、雨で寒いです。東京は雨です。天気はぬるいです。ぬるいですってすごい不思議な表現。あったかくもなく冷たくもなくっていう感じかな。ぬるいです。だそうです。ぬるいところにいらっしゃいますか、皆さん。おはようございます。札幌も雨で桜も寒そうです。ああ、札幌はまだ桜が咲いているんですか。4月の終わり。ああ、そうなんだ。なるほど。桜良かったですね。良かったですねって誰に言ってるんだって感じですけど。3月の終わりに日本に帰った時に、今年は早く桜が咲いてたので、私も見ることができました。とても綺麗でした。先週のライブでお話ししたように、私は六本木にいたので、六本木の何、なんか桜がいっぱい見えるところあるじゃん。通りみたいになってるところ。ヒルズから見、ヒルズ？そう、ヒルズから見える。うん。違う。いいんだ。ヒルズから見えるところだったと思うんですけど。い。以上、桜の話でした。桜ってもっとピンクだと思ってたら、近くで見ると白いのね。桜色っていうと、もうちょっとこう、なんていうの？淡いピンク色かと思ったら、どちらかというとピンク寄りの白に見えたんだけれども、種類によって色がもちろん違うんでしょうけどね。ソメイヨシノでしたっけ？一番当たり前に咲いてるやつらは、思ったより記憶の中の桜より白かった気がします。さあ、そんな桜の色がどの色なのかという話をしていても仕方がないので、 何か皆さんからね、話してほしいトピックがあったら、ライブでお話ししようかなというふうに思ってます。私は今自分の散らかってる机を見てるので、こう、インスピレーションになるようなものが周りに落ちていないんですけど。 そう、あ、これはいいかも。日本にこの前帰った時に、いっぱいもらっていた雑誌の、雑誌で連載してた時の雑誌の、全部持ってくると大変だから、ごめんね、自分のところだけ、あと読みたいやつだけ、ベリベリベリって、ページをめくって持ってきたっていうのがあるので、これを整理しないとなっていうのと、出版社さんの人に会ったら、クローゼをもらったので、クローゼの雑誌を今まで見たことがなかったので、クローゼを見たいなというふうに思っている感じで、そのまま置いてある。 で、最近やった骨盤レッスンの回のやつはそのままもらったのかな。どこだったっけ。骨盤だけのための話を書いたシリーズをね、やったんですよね。これ、バレエのための骨盤レッスン。骨盤レッスンってすごい名前だけど、うん、骨盤だけにフォーカスし、8ページやらせていただいたっていう、とってもマニアックな連載をしたんですけれども、もう出版社の方も、私がどういう系が好きか知ってるので、いくつかこうアイディアをもらうときに、
これとこれとこの案はどうですかっていうふうにくれるんだけど、とってもマニアックなものが 多いです。これもね、こうやってお話が来るのも、皆さんが雑誌とかに載った時にこういうとこについてるこうお答えシートみたいなやつでよかったよって書いてくれるからなんですよね。今月号でよかった記事ベスト3っていうところに書いてくれると、こうやって記事がまたオファーがっていうのか、オファーが来るようになるんです。そして私のゴールは、皆さんに何度も何度もお話ししてますが、こういう誰でも手に取るような、 DLS を知らなくても手に取るようなザ・バレエ雑誌に解剖学の話が載っていること、 これがゴール。しかも解剖学的とか筋肉の話をした時に、すらりとしたとかほっそりしたとかバレリーナボディみたいな、そういうのじゃなくて、ザ・解剖学の話をすること。だってダンサーボディっていうのは踊れる体を指すと私は思っているので、別にサイズがどうの話じゃないから。で、実際に私が10年以上バレエ学校で働いていた時も、選ばれるダンサーの子たち、オーディションで選ばれる子たちは体型が同じような子たちだけが選ばれるわけじゃないんですよね。そのバレエ団によって欲しい体型もあるし、そのバレエ団によって必要な身長もあるし、そのバレエ団によって趣味嗜好が違うので、国によって。なので、バレーボディって一概には言えないというのは、経験でもそうやってオーディションで受かってる子たちを見てでも分かります。実際にすごくこう細くて手足も長くて顔もすんごいちっちゃくてっていう子たちがオーディションで何度も何度も落ちてるとか、いやー、その身長でも難しいんじゃないっていう子が、たまたまそのバレエ団に身長の低い男の子がいて、パートナーを探してたか入ったとか、いろんなケースがあるので、テクニックは絶対大事だけど、体型じゃないんだよなーっていつも思います。ただ解剖学的なことをこうやって書くと、やっぱりね、筋肉のサイズがとか柔軟性がとかっていうふうに言われることも多いとは思うんですけどね。私が知っている限りだと、オーディションで柔軟性、こう床での柔軟性を測ってそれで落ちるなんていうことはないですから、その練習がどれぐらい必要なのか分かんないですし、オーディション、公開オーディションであれば300人400人とか来るでしょう。そうじゃなくてカンパニーレッスンに来たとしても、レッスンの内容を見られてるんで、最初のプリエから落とされたらね、足高く上げるとか関係ないし、つま先も伸ばしないよねみたいな プリエで終わっちゃうんだからさ、なんていうこともあるので、やっぱり立ち方とかね、正しく使っているであろうと思われる体の佇まいっていうんでしょうか、姿勢だったりとか腕のポジションだったりとか、そういうものの方が私は経験から見られてるんではないかと常に思っております。オーディションに立ち会ったこともね、通訳でいくつかあるんですけどね、そこでもそういう話をしてますね。どれだけ早く注意を理解できるか。一回オーディションのクラスの中で言われた注意、例えばバーで言われた注意がセンターでもできてるかみたいなのはすごく見られていましたよね。バレエ学校の時はそういうのが見られることが多いですかね。学生を探してるので、学生のオーディションはポテンシャルを見てることが多いんですよ。あ、この子うちの学校に来たらどう伸びるかなって。今完成形の子たちを覗いてる。今完成形のダンサーたちを望んでいるわけではないので。カンパニーはね、また別だけど。なので、この子は生徒として伸びるのかなとか、この子は生徒として話を聞いて、うちの学校に見合って迷惑をかけないでとかも含めてね、ほら いい生徒としていられるのかっていうのは結構見られてるようには感じますね。愛さんはご自身の体のために取り入れてるプロテインとかありますか？ですね、私は管理栄養士ではないので、栄養でどうのっていうのはちゃんとプロフェッショナルに聞くようにしています。なので、例えば体調がすごく良くないんであれば、お医者さんに相談して血液検査をしてもらって、で、そこでもし足りないものがあるんだったらそこで調べるとか、あとはオーストラリアって紫外線がすごく強い国なんですよね。で、だから外に行く時間が、日焼け止めをしないで外に行ける時間がほとんどないんですけれども、そうするとビタミン D がやっぱり冬場とかも家にいる時とか、冬の方はね、外に出てもいいんだけど、なんていうのがあるので、それが低いっていう、ポイントが出たらそういうふうにするようにしたりします。あとは、来日セミナーとかでいつもの生活じゃないって分かってる時は、サプリメントとして、例えばコンビニ弁当が多くなるとかさ、すごく
人が多いところに行くとかストレスフルなことが起きるっていう時にはそれに対処したっていうのは見るけれども、そういう感じでちゃんと体の声を聞いて、で聞けない体の声はお医者さんだったりとか管理栄養士の人にサポートしてもらって、でそれで選ぶようにしています。なので、うん、プロテインたくさん取ろうとかそういうようなことはしてないです。プロテインもね、ピュアなプロテインであればあるほど内臓に負担がかかるとかっていうのをご存知ですか？なので、OK、じゃあタンパク質取ろうイコールプロテイン取ろうじゃないこともたくさんありますし、あとタンパク質が足りないのか食事量が足りないのかではやることも変わってくるしなんていうのがあるので、わからない部分はやっぱりプロに聞いてみるのが一番いいですよね。実際に管理栄養士さん、まあ私がここで何度ね管理栄養士さんって言ってるのは皆さんご存知のように、大体ふみさんに相談してるんだろうと思うでしょ。その通りなんだけれどもちゃんとコンサル受けたりする時もあったし、うん、友達として相談させてもらうこともあるんですが、手術の前には手術の前にやっておくことみたいなのをこうプログラムでもらったりしました。うん、まあそれもねさっきお話ししたケースバイケースじゃないけどそのシチュエーションに合わせてになってくるんですけどね。なので皆さんも例えばレッスン中にクラクラするから鉄分足りないのかなっていう風な簡単なことを考えない方がいいかなとは思います。まあ質問内容はねそうじゃなかったと思うんですけど、ちょっといなくなっちゃったから探します。もう一度、体のために取り入れてることだもんね。うん、体のために取り入れてること、栄養の話だから多分プロテインとかが出てきてるんじゃないかなという風に思って読んだんですけれども、そこはあんまり何もしてないっていう方が普通の生活だったら正しいかもしれないですね。今の言葉通り何かこうシチュエーションがあったらそうするかもしれないけど、そういうシチュエーションがないんだったら何も気にしてないかな。ただ毎日動くようにはしてます。普通にパソコンの前で仕事をしている関係上、うん、今日は水曜日なので、先週もお話ししたように水曜日は水泳の日なので泳いできましたヨガの日と水泳の日とかこう自分の中でいろいろ決まってるんですけどね。決まってるって言ってもやんない日もありますが、今日朝起きれなかったとかさありません、ね、そういう日。さあ他にも何か聞いてみたいこと、こんなトピック、このことについてどう思ってるのっていうのがあったら、ぜひねコメントでゆるーく教えていただけるとゆるーくお答えします。あ、なんか時間ボタン押しちゃった、うん、よいしょ。はい、そんな感じでございますって、こんな感じで50何名の方に見ていただいていいんだろうか、申し訳ないんじゃないかと思ってしまいますけれども、何か聞きたいことがあったらどうぞ。そうじゃなかったら私はこの目の前にあるいろんな山を見ながら、ああこれこうだこれしなきゃっていう話をしてますね。そう、まあ本がね出たので、別に雑誌で連載をしていた時のものを集めておく必要は全くないんだけれども、本に集まってるから。だけど自分の雑誌、自分の回だから破って持ってきた。その破り方も家でうわーうわーってずっとやって、最初はね全部の雑誌を入れたんですけど、あまりにも荷物が重くなったのでやめました。編集頑張ってクララを作っている皆さん大変申し訳ございませんでした。破らせていただきました食べ物つながりで、メルボルンにない日本の食べ物で好きなものはありますか？ホットドッグ、アメリカンドッグか、アメリカンドッグ、皆さんご存知でしょう。私が来日するとしたら絶対に食べるやつ、ホットドッグ、アメリカンドッグ。今回も帰った時に食べました。あとは何だろう、大体ねメルボルンは特にですよ、メルボルンはアジア系の食べ物が手に入りやすいので、うちの近所に納豆もキムチも売ってますが、すんげー高いです。納豆4つとか3つとか入ってるこうパックがあるじゃない、あれが4ドルとかするの。大体今は1ドル100円ぐらいだから400円ちょっとするのなので大事に食べます。そう、あとは何だろう、でも日本のご飯は美味しいと思う、安いご飯が美味しいと思う、コンビニ弁当が食べたい。水曜日ですね。あ、確かに私は日本なのですが、バレエダンサーさんと交流がいい、自分自身の体の使い方も変わってきたように、2の後は感じますっていう感じだったかな。私は日本舞踊をしています。おお、日本舞踊素敵ですね。確かにいろいろなジャンルの人たちと、まあ、クラシックだけじゃなくってコンテナもそうかもしれないし、モダンもそうかもしれないし、
視野かもしれないし、フィギュアかもしれないし、体を使っている人たちから他の動きでも話を聞いたりだとか、その人たちの練習内容を見るってすごくインスピレーションになりますよね。いつもと違った目線で見られるっていうのもあるし、あ、こういう捉え方もあるんだっていうこともあるかもしれないし、こういう動き方もあるんだ、こういう注意のされ方があるんだみたいな感じですごく学びになると思います。さっきオーディションの話をしてたから、そのオーディションつながりで、オーディションでもいろいろなジャンルを知っているっていうのはね、特にこれはカンパニーのオーディションね、カンパニーのオーディションではいろんなジャンルを知っているっていうのはすごく強くなると思います。どんなお題が出てくるかわかんないので、もちろんね、どんなオーディションに行くかにもよって変わってくると思うんだけれども、そのカンパニーでやっぱりやってるレパートリーはある程度知っておきたいよねっていうのはあったりはしますしね。私は日舞を、さっきのね、最近バレエダンサーさんと交流していくことで体の使い方が変わってきたように思います。エクササイズとしてバレエの動きを取り入れた方が良いと思われますか？おお、エクササイズとしてバレエの動きを取り入れた方がいいでしょうか？どういうふうな答え方が一番みんなに通じやすいかな。バレエっていうものがあって、そしてバレエっていうものをサポートするためにエクササイズっていうのがあります。バレエっていうものをサポートするのにいろんなサプリメント、今日の話につなげよう。サプリメントがあって、バレエっていうものがやはり大事じゃない、ね、バレエダンサーだったらバレエのレッスンしませんはできないので、ただ必要なものが、例えば筋力が足りない、エクササイズしますとか、例えば特殊なリハーサルをします、エクササイズをしますだとか、特殊な役をします、エクササイズをします、もしくはこのメインである踊りができない状況にいます、例えばコロナで隔離中だったりもあるかもしれないし、怪我で踊れないとかっていう時があった時にサプリメントとして入れるエクササイズトレーニングっていうのがあります。で、そのトレーニングの内容は、例えばジャンプができないからヘビー系のトレーニングエクササイズを入れるのか、今すごく忙しいシーズン中だから軽いエクササイズで疲れちゃ困るし、エクササイズで怪我しちゃ困るから軽い系を入れてて体の調整はするけれども、体力集中力は夜の公園に残しておきたいなんていう風な形で、あえて軽いエクササイズを選ぶこともあります。そんな感じで日舞をやってらっしゃるんだったら、何が足りないのかっていうのを見て、そしてバレエが果たしてその足りない部分のサプリメントになるのかっていうふうに見ていくといいんじゃないでしょうか。で、もし柔軟性が足りないだったりとか、腕の使い方がとかっていうのが、もし注意でいくつかあるんであれば、そしてそのエレメントがバレエに似ているところがあるんだったら、バレエをエクササイズとしてサプリメントとして取り入れるのはすごくいいんじゃないかなとは思います。もしくは自分の表現力の幅を広めるために、いつもとは違う正反対のところにあるような、つま先の方向が正反対の方向にあるようなものを選ぶっていうのも、クロストレーニングの一部としてはすごくいいかもしれないですね。なので、もし自分のエクササイズを行うゴールが今お話ししたようなものに当てはまるんだったら、バレエを選ぶのはいいんじゃないかなと思いますが、日舞やってるから絶対バレエのレッスンが必要、もしくはすんごい役に立つよとは言い切れないので、そこはご自身がどういうエリアを練習したいのか、どこにサプリメントが必要なのかを考えてあげたらいいんじゃないかなと思います。次、バレエ講師をしています。幼児ですでに体が硬い子にはどのようなストレッチをやればよいですか？痛くないようにしたいのですか？まず、子供だから体が柔らかいという考えは頭から外しましょう。幼児ですでにっていう言葉が入ってたのでね。体の硬さと年齢は確かに関係するエリアはありますが、ありますが、若ければ若いほど体が柔らかく、年を取れば取るほど体が硬くなっていくではないです。またバレエの先生だったら、バレエを指導することに集中してあげて、彼らの柔軟性が何で必要なのかっていうのを考えていく必要が出てきます。特に幼児のクラスだったら足を高く上げることはしません。幼児って日本語で書いた時は幼稚園生ぐらいの年齢かなって勝手に考えているので、間違ってたら教えてくださいね。幼稚園とか小学生の低学年の子たちのレッスンでは足が60度以上に上がることはないでしょう。としたら、足を高く上げることがレッスンでできないから、柔軟しなきゃいけないという考え方はできないです。レッスン出てこないので。次、
つま先を伸ばすっていうところだったら、つま先を伸ばす練習をするためにバレエレッスンに通っているわけで、つま先が伸びたからバレエができるじゃなくて、バレエをやるからつま先が伸びるの順番になるから、そこもバレエレッスンで、特にバレエ歴が幼い子たちだったら、バレエを週に1回しかやってないんだったら時間がかかって当たり前です。新しいスポーツを学んでるっていうことになるので、うん、でしょ。その他に例えば腕だったり背中だったりもそうですけれども、この子たちの年齢では難しいことはしていないはずです。5番ポジションも腕はしていない、はしていないでしょうし、うん、背中を反らせるという動きもないでしょう。顔をつける寒ブレ少しはポーデブラの中であるかもしれませんが、彼らの年齢で後ろに寒ブレはないはずです。と見ると、幼児の子たちを指導しているときにはこの柔軟性が足りないからバレエができないので、どうしてもやらなきゃいけないっていう、さっきのサプリメントがないことになります。これが大人の方でレッスンの内容が違ったりとか、もしこれがギブスをして、体育の授業で転んじゃいました、骨折しちゃいました、ギブスしてて左右の、柔軟性に大きく違いが出ましたとかだったら、もちろん必要にはなってくると思いますが、やってることがの主はさっきお話しした日部の方と同じように、バレエっていうセンターがあって、日部っていうセンターがあったように、このセンターに対して何が足りないかなって見て、足りない部分のエクササイズ、ストレッチ、ケア、治療なんとかっていうのをつけていくとしたならば、幼児の子たちでレベルを考えると、そんなにレッスンの中で足りないものはないはずです。そして私たちが覚えておかなきゃいけないのは、バレエをやるからバレエの体になっていくであって、バレエの体を作ったら全員バレリーナになれるではないですよね。なのでレッスンの我が乗りに選ばれている子たちでも8年レッスンみっちりやるわけじゃない、プロになるまでに。だから幼稚園生でレッスンに週に1回しか来ていないですみたいな感じの子たちで、バレエ歴は6ヶ月から1年半です、2年ぐらいですだったら、バレエの動きが完成してなくて当たり前です。そのために練習しているので、バレエ学校で2年うちのコースは一番上の子たちが2年コースで、その下にあるんですけどね、過去形があったんですけどね、なのでその2年間で変わらない子たちもたくさんいます。変わらないから3年目が必要とか4年目が必要という子たちが、留年する子たちがいた、その子たちでも、うん、ということを考えてあげて、ぜひ先生は焦らないで何を指導しているのかを考えてあげてください。バレエをしに来ていたら、この子たちの年齢に必要なのは音楽と一緒に体を動かすというコーディネーション力だったりとか、スタジオでのマナーだったりだとか、日本でセミナーするたんびに思うんだけど、バーの持ち方ができてない子たちがたくさんいるので、そこの練習も私はすごく大事ではないかなと思います。上の年齢に行ったらそんなところに戻ってきたくないわけだからさ、うん、音と一緒にバーに手を乗せるができないんですよ。バーに乗せたら肘の方向が変なんです。バーの掴み方がおかしいんですなんていうのがたくさんあるので、バーの手の位置も違うとかね。なのでそういうところこそこの子たちの年齢で練習してくれたら、上になった時にその部分直さなくて済むので便利なんじゃないかなとは思います。よいしょよいしょ。体の柔軟性表現ので、またきっと待ち、どうぞ来た。体の柔軟性、筋力、また表現力のために必要な部分を取り入れていただきたいと思います。大きにです。大きにですって、これ、発音はさ、大きにじゃないよね。ごめんなさい。よくわからないので、どの向きで、アクセントをつければいいのか、ぜひ教えてください。大阪の方ですかね。わかりました。よかったです。はい。今のでどうでしょうかね。今日 の, お話からあったように、サプリメントとして何かを入れるんだったら、サプリメントがご飯の代わりにならないじゃない、どう考えてもね。なのでそれと同じように、ご飯があってお仕事で、うん、残業が多くてご飯がとかっていうのがあるんだったら、病気で食べられないものがあるんだったらとか、あとツアー中で旅行中でいつもと同じ食べ物が食べられないんだったらとかっていうので、サプリメントが来るっていうのはもちろんありだとは思うけど、ご飯食べるを忘れたくないのと同じように、バレエなのか日舞なのか、
そういうのをぜひ考えてあげてください。京都です。あ、京都行きたいな。次に日本に行くときには、前にやっていたようにツアーができたらいいなというふうに思っているんですよ。思っているので、皆様、特に東京以外の皆様、ここに来てねっていうリクエストと、ここのオープンスタジオがあるよということを教えていただけたら、行く可能性が高くなりますので、ぜひ教えてください。昔は北海道、札幌、東京、名古屋、大阪もやったか、大阪、福岡でセミナーをねやったことがあるんですけど、他の地域に行ったことがないので、それもありかなーなんて、そろそろね大きく移動しても大丈夫かなーなんていうふうにちょっと希望が持てているので、そのことができたらいいなーなんていうふうには思ってはいます。まあ来日期間がね限られているので、5大ツアーみたいなのは多分できないでしょうけど昔あったんですけど、一番詰め込んだ時で5大シティでした。全部入れて、でもそれはすんごい大変だったので3ぐらいがいいかな。3ぐらいで、東京は飛行機が止まるからみたいなのと、実家がとかって家族の関係があるので、東京とあと2箇所選ぶんだったらどこがいいでしょうかね。皆さん、どこに来てほしいとかっていうリクエストありますか。来年の話ですけど来年の2月の終わりは高2たちのインストラクターコースのいろいろがあるから、3月の上旬になるのかな、3月の上旬に1年後の話をするに帰る予定では、セミナーをねやる予定ではあるんですけど、どこに行ったらいいでしょうかね。はい、どこが美味しい食べ物があるかでもいいかもしれないですね。では今日いただいた質問は答えたかな。ぜひとも京都へお越し、あ、行きたいね。札幌へ、札幌もいいですね。札幌でも3月に行ったらすんげー寒くない？だからちょっと気合がいるよね。終わりの方に持ってこなきゃいけないよねあと雪が降ったら飛行機が飛ばないとかってなっちゃうと、ちょっと予約をするのが難しいかななんていうふうに思ってるんだけど、京都は夏は絶対嫌じゃん。でも冬も寒いんですよね、確かね。3月だったら大丈夫かな。3月の上旬、すっごく寒いってどれぐらいかって、すっごく寒いって私が言ってるのはマイナスになることぐらいなので、メルボルンね冬寒いんですよ。寒いんですけど、5度以下になることがあんまりないっていうような感じ、風が冷たいだけで南極からの、うん、うんっていう感じなので、冬物のお洋服がないそして冬に慣れていない、うん、というのがあるので、ちょっと気合が必要ですかね。でももし札幌に行くんだったら、ちゃんと飛行機が飛べるようにっていうことと、札幌に行ったら美味しいものを食べようって言っても、アメリカンドッグしか今頭に浮かんできませんでしたけどね。はい、うん、名古屋も何度も行っているんですが、名古屋のなんていうの、名古屋名物みたいなのを食べた記憶がほとんどないんです。はい、残念ですね。さあ、そんな来年の話をしていたりとか、どこの地域がいいとかっていうのは置いといて、今日はライブはこれくらいにしとこうか。今何時？今日はこれから、私はパソコンがつかない、12時ちょっと過ぎ、うん、今日はこれから昨日のねミーティングの内容だったりとかをまとめ、いろいろと皆さんに楽しんでいただけるような企画、新しい企画がたくさんあるので、そちらを準備していきたいなというふうに思っております。10周年に向けてもそうですけれども、まあ、7月8月あたりは期待しててください。久しぶりにライブを聞くことができてます。自分の目指すとかをかけてる部分など目が行くことができていいですね。アイさんトーク、あ、嬉しいです。ありがとうございます。こんなゆるーくお話ししてるので、よければ毎週 やる予定なんだよね、私たちね。そう、そうやって公約したんだもんね。前はこうちゃんと準備してネタを作ってクラスをやってっていう風にしてたんですが、それだと時間がとか、あと内容がもうちょっと詰めた方がいいかななんていう風に思ったりとか、欲が出てしまうっていうんでしょうかがあって、なかなかこうライブボタンを押すことができなかったんですけれども、今はこうゆるーく始めて、皆さんの今の悩みとかね聞いていくっていう、会話をしていくっていう方が、あとメルボルンのご飯の話などをしている方が、だったら毎週できるかなっていうことで今頑張ってやっております。こうね、毎日ライブされてる方とかいらっしゃるじゃない、すごいよね、とってもすごいと思います。
さあ、では私はこれからお昼ご飯を食べに行きます。皆さんもぜひお昼の準備をそろそろ始めてあげてくださいね。まだまだ早すぎる、うん、今日は何を食べようかなということを考えながら、お、クロワゼには CD がついてるよ。でもさ、 CD を DVD なのか、 DVD がついてるよ。 DVD を見るような機材がない。あの、まだ CD ロムがついてるパソコンの方いるのかな、うん、はい、あのプレステに入れて見られるのかどうかちょっと考えてみようと思います。はい、申し訳ございません、目の前にあったのでそっちの話になっちゃいました。ではまた次のライブ、来週でお話ししましょう。楽しみにしております。ゆるくライブ楽しんでいただけていたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。